ラナキュラ最後の刺客海瀬四つ葉が登場。みんなで楽しくズンバダイエットのはずが、さて立つんだ海瀬くん。ゲームルゲームルゲームスタート。今日はなんと、はい、ゲストから怖いメッセージが悩みじゃない届いております。悩みじゃない、ご自分のお尻の特徴を教えてほしいです。読む前にケツ出すの。あれ知ってた。もしかしたら何。いや知らない。アミよ知らない。書いた。アミが書いたのこれ。いや違う。あ、違う。こんな変態じゃない。あ、こんな怖いメッセージをくれたのは、どこのドイツかな。誰。お尻何を習ったんだお前は。お尻今日はお尻魔人さんが来てくれました。はい、そうです。お尻です。本当にそれでええんか。よくないね。じゃあちょっと可愛く自己紹介して。皆さんコンハピー、23時所属バトルライバーの武藤さんです。何これ。海瀬四つ葉くん、お披露目したばっかで大事な時期なんじゃないの。それともこっち側の仲間になりたいのかな。毎回ねこのゲームルゲームルっていう番組ですね、はい、あのゲストさんに、はい、その回の MC を決めてもらってるんですよ。ってことは天宮さんご指名されますか。いや今日お店が指名するのはよりみさんです。太もも好きでして、あの4人でやらせてもらっていいですか。太ももやっぱこのタイプも好きだから。やめてやめて。いい最高の瞬間だ。ということで今回の MC はよるみくん。ラナキュラの暴れ馬をしっかり乗りこなしてください。最初のコーナーはこちら、今日のログボー。今日のログボとはガチャを回してその日のおやつ、つまりログインボーナスを決めるコーナーです。じゃあゲストの海瀬ちゃんにガチャの方をお願いしたいと思います。はい、はい、いきます。はい、せーの、てらー。すごい、来てる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 。スーパーです、スーパーです、スーパーです。え、見て、え、なんか進んできたけど。ノーマル、いや、ノーマル。すいません、なんかダメだったみたいです。ガチャ運ないんだね。素直でよろしい、はい、じゃあ今日のおやつはじゃん、ふりかけ。待って、ご飯は、あれ、ふりかけってさ、ご飯にかけるお供だよね。そう、あ、多分なんですけど、お店そのデビュー当初お金がなくて、あ、ふりかけを食べてたんですね、手に出して。なんかそれだと思います。でも美味しいじゃないですか、ふりかけって。いろんな味があっていろんなものを食べた気になれるから食べてました。しょうがないじゃないですか、出ちゃったんですもん。出ちゃったなら食べるしかないですよ。しょうがない。皿に乗った山盛りのふりかけが4人の前に。海瀬くんのひもじい食生活を体験してみましょう。あの、ちなみになんですけど、アカデミーの時から食レポが下手で有名なんですけど大丈夫ですか。みんなに伝わるようにだよね。わかりました。ステージのふりかけってなんだよって。いただきます。結構ね、結構いったな、うん、ですね、まあ、海苔が味がしまして、で卵がジョリジョリしてます。で味がするからご飯食べた気になれます。安上がりです。ピンポン。ということでね、このまま次のコーナーに行きたいと思います。ゲームゲーム。次のコーナーはライバーマルフィーファイル。大丈夫そう。はい。聞いたらさ、全部暴露してくれそうな、まあ、確かに自分で喋ってくれそうな感じはあり、ね、うん、いや、そんなことないですよ、店秘密いっぱいあります。好きなタイプは。好きなタイプですか。まあでも、そうだった、言っちゃいけないんだった。はい、あ、じゃあマルヒファイル、はい、
ゾゾーン。弁護士なれんの？いや、それ一番最初目ついた。なれんのって何ですか？え、なんで弁護士？あ、意義ありに憧れてて、小学生の時に。全然しょうもなかった。ちょっとしょうもなかった。やばい、聞いてください、聞いてください。そして、海さんはそこからなんかすごい意気揚々と本屋さんに向かって6法の本買って、ずっと刑法と刑事訴訟法のとこだけ見てました。その裁き方のとこだけずっと見てて、わ、すごいなって言って、分かった気になってポーイってしちゃったんで、もう分かんないです。でも弁護士 YouTuber がさ、意義ありは言わないって言ってた。え、それ最近皆さんも知ったんですか？だからやめました。ライバーになれてよかったです。弁護士になるとか二度と言わないでください、日本のために。続いてラマキュラからのタレコミ。じゃあラマキュラ定定と言い張るくせに、ラマキュラの中で一番連絡を返すが遅いと。いや、そんなことない。海さんは波がある、波があるだけ。ポンとね、ユリ、じゃあポンとはいつも早いんですよ。海さんは早い時と遅い時の差が、こんななんですよ。でも、じゃあ天ヶ瀬さんよりいただいたのは、はい、遊びに行く約束をするのに具体的な予定を決めようとしない。お前もだ。店かな、店ですかね。てーてーって言ってるだけで、実は仲良くする気ないのでは。いや、でも店が愛をいつも伝えてて。なんでそんな怖い顔するんですか？なんでですか？優しくしてください。まだ新人なんですよ。誰でも好きって言って口だけタイプだ。じゃあ、なんでこっちに火花飛んできた？自分でやったじゃないですか。海瀬だけ悪者に。いるよね、具体的な予定決めるの、ね、できるよね。どうしよう、でもいっぱい連絡したら嫌われそうじゃないですか。なんでお尻お尻は言えんのにそこで寄ってんだよ。そうだよ、お尻触ったら嫌われないかな。だろさっき。あ、でもそっか、じゃあお尻触って嫌われてないから連絡もいけるっすかね。そう触ってんだ。え、どっちのお尻が好き？まあこれ言ったなんで広げたんそれ。まあちなみに今ならば、みそは天ヶ瀬の尻が好きです。あの筋肉と脂肪のバランスがすごく良くて。あ、待って、その話聞いた。え、どこで聞いたんですか？この間来たもんね、ガチ。あ、でヨルミと結婚して帰った。え、チューしたんですか？どういうこと？終わってくれ。チューしたんですか？って小学生や。じゃあゲストの海瀬ちゃんと一緒にゲームで遊んでいきたいと思います。今回遊ぶゲームはズンバで脂肪燃焼。世界中で親しまれているフィットネスプログラムズンバが任天堂スイッチで登場。超人気アーティストのヒット曲やオリジナル楽曲を計30曲以上収録。さらに実在するスーパースターインストラクターがみんなのフィットネスモチベーションを盛り上げてくれます。楽しく踊って脂肪を燃やせ。レッツエクササイズ。それではまず練習を兼ねて、まず4人でやっていきたいと思います。まずはズンバになれるため4人でダンスエクササイズ。あ、来た、スーパーインストラクター。ね、めっちゃ歯白い。なんでこの人こんなご機嫌なんだろう。はい
腕の運動。はい、めっちゃウキウキじゃない？あ、まだ腕が、はい、あ、これやらなきゃいけないんだ。腕が入るの何？腕が、やばい、なんかもう脳もおかしい。なんだこれ、なんだ、誰誰誰、あ、出た、これ入るよ。ライバーのゲーム配信トピックまで幅広くお届けするニュース番組となっております。アシスタントは海瀬やつはです。よろしくお願いします。では最初のニュースです。格闘ゲームの金字塔ストリートファイターシリーズの最新作ストリートファイター6が6月2日に発売されます。今作は格闘ゲームを再定義する3つのモードを搭載しております。アバターを作成しストリートファイターの世界に飛び込める没入型ソロモードワールドツアーは、リュウやチュンリーといった師匠に入門して技を学び旅ができます。その他格闘モードであるファイティンググラウンド、全世界のプレイヤーとコミュニケーションを楽しむバトルハブも様々な新要素を導入した充実の内容となっております。ストリートファイターといえば個性豊かな必殺技リュウの昇竜拳、昇竜拳、チュンリーの百裂脚、ダルシムのヨガテレポート、エドモンド・ホンダのスーパー頭突き、どうすっこい、どうすっこい、など魅力的な技ばかりですね。続いてはゲームの二次三次の懐かしい話題を振り返るプレイバック二次三次。1年前の5月、サンバカとラナンキュラスの初のコラボとなるマイクラ二次三次サバ観光配信が行われました。あっちゃんよっちゃんのコラボ名で知られる海瀬さんとアンジさんはこの配信で初めて出会い1周年。そんなアンジさんからコメントが届いています。こちらです。よっちゃん覚えてますか？初めてコラボしたあの日、そう5月の出来事だったね。もうあれから1年、早いもんだね。確か最後に話したのは、そうあれは9月の私の誕生日。9月、ちょっと待って、9月、え、今、9だから10、11、12、1、2、3、4、5、8回、ちょ、よっちゃん、え、そ、もう1、出会いの1年から、え、よっちゃん、いや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 、もっとコラボしようよ。え、でもっとコラボしよう、コラボして、うちも誘うわ、誘います。でもっとコラボして、コラボして、コラボして、いやじゃねえ、コラボしてよ、よっちゃんコラボしてよ、うわー。先ほど不適切な映像が流れました。大変失礼いたしました。ニュースアミアは以上になります。皆さん良い夜を。はい、カットお疲れ様です。なんだあの映像、よっちゃん大丈夫か、あちゃんどうしたんすかね。いや、なんかコラボしなよ、よっちゃん。どうしよう、今から連絡した方がいいですかね。やべやべやべ、大丈夫かな。アミアとゲームル、
ここからはこの企画、ご褒美目指してみんなでズンバここから4人で協力、みんなでズンバ。シングルソングを3曲連続でプレイ、ダンスは2人ずつで行い、交代は自由となっております。最高スコアの星5を取れた曲数に応じてスムージーをゲット。全員獲得なるか。でもその代わり10分ぐらい踊り続けることに。10分ね、なります。やばだね、余裕だな。スムージー目指してレッツズンバ。最初は天宮くんと海瀬くんの2人からスタート。いいんですかそんなに。バシャンガ、なんか胸胸ケア、はいはいはい、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 なんか足が右か左か分からなくなっちゃった。バットが見えたよ、ミスが見えた、ね、なんかなんか、にゃん、はい、はい、なんかパリピッペ、いいな、はい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 、天宮くんと海瀬くん、いいですね。ガイアの謎の掛け声は置いといて、しっかり踊れてますよ。そんな足しないか。終盤へ、座ってるだけの不届き者がいるな。まあでも、もっとしたら。おちはー、おちはー、海さんが歌い、一度もそうやって顔上げんのしんで。おちはー、すごいじゃん。海瀬くんよく頑張ったけど、結果は星4つ、スムージー獲得ならず、残念。ヘトヘトの海瀬くん、まさかの2曲目も登板。松海くん、いつか殴られるぞ。すごいよこれ、なんだこれ、なんだこれ、愉快な仲間たちが増えてきた。すごい、はい、ズンバ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 、これズンバだ、ズンバっぽい、ズンバズンバズンバ、なんだこれ、ズンバズンバズンバ、なんだそれ、なんか来た、もう交換のターンなんすか。わからん。いいよ。すごい。いや、すごい。いや、
くん大丈夫か。でも星5は獲得し、スムージーは一つ獲得。じゃあ次行くぞ。さて、おい先生、先生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 、大丈夫。よし、まあ、でも連続だからなんかいいです。笑顔で、はい、笑顔で、いきます。まず求めるよ。はい、はい、クラップ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 、はい、うまい。ここで稼いときたい。ここで稼いだ、確かに。あー、そういうのじゃない。いいよ、いいよ。うん、やばい、もう文字で結構上手、上手、上手、うまいよね。うまいよ、ダンスの才能ある。なんか重心がね、しっかりしてる。うん、なんでそれ？いいや、ね。あ、お、あれが見つかるんですけど。なんでそれ？星大事だよ。これ星大事ダンス。うわ、うわ、すごい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 。うわ、すごくないか？腰すごくないか？すごい。なんだこれ、正解教えてくださいよ。これの正解だわ。なんで適切に生きるのこれ？あ、パイク叩いてる。腰すごい。え、富瀬さん腰すごいね。腰いいよ。マーも腰いいよ。あ、ワンちゃんいいよ。セクシー、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 腰いいよ。なんだこれ。セクシー、寝てる、寝てる。見ていいよ。いやいや、かわいい、かわいい。ケツ、ケツ見せて、ケツ見せて。海瀬くんの根性に私涙が出てきましたよ。海瀬くん頑張れ、負けるな。心のズンバを信じろ。お前らのズンバはそんなとこで終わらない。あ、終わっちゃった。その三曲中の2個星落としたのは海瀬さん。はい、しょうがないな。飲んでいいよ。選びなさい。味やった、やった。味を選びなさい。味を選んでいいですか？どうしよう。私は今猛烈に感動している。このスムージーの味一生忘れるなよ。いただきます。見てるだけで伝わる。一気に、一気に、わわわ、見せつけてくる。やだやつ。すげえ減る、すげえ減る。ゴリゴリ減ってく。やべえ、うめえ。仕事したわ。やりきったか。カエルスも。疲れてるとこ申し訳ないけど、はいはい、私たちに称号を授けていただきたいと思います。じゃあ今日はビジリマスター。ビジリ、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 ビジリ。あ、いいのもらったじゃん。もういい、ありがとうございます。さあ、締めだ、締めだ。挨拶、挨拶があります。もちろん知ってるよね。もちろん知ってるよね。入ってないよ、台本には。お前、まさかけ。よし、じゃあ行くか。